京都の錦市場久しぶりに来たな。これ牡蠣でしょ。どうも。どうしたんですか。やば。いや品揃えすごいよ。これ阿部さん裸で来ても似合うんじゃない。こんなちっちゃいのもあるよ。あ、かわいいです ね座敷わらし用かな。そうですね、わらし用です ね。なんとなくまたいつもみたいに作戦会議しながら今回は京都の旅を始めますか、はい、ただまずその京都に来て今回まあ比叡山に行く予定はないんですけども、はい、まあ、なんで行かないんだって話になった時にやっぱり俺の中では身が熟してない感じがするんだよね、うん、今じゃないかなっていう、まあ、いつ行ってもいいとは思うんだけど心の準備ができてないわけじゃないんだけど単純に感覚的に今じゃないかなっていう、行きたいのはもちろんその常にそういう気持ちはあるんだけど、まあ、行くべき時がちゃんと来るんじゃないかなっていう、そのタイミングが今じゃないっていうだけで、はい、僕はそんな感じがします。心の声に従うべきですね、うん、ということでじゃあどこに行こうかっていう話なんだけど、京都ですごいいっぱいあるんですよ。あるね、うん、やっぱ有名なところもあるし、うん、あとコラボもやるわけでしょ。コラボ、はい、トゥワールド、うん、トゥワールドです、うん、トゥワールドさん前からね言われたんだもんね。そうです、できなかったんだよね、いろいろね、いろいろスケジュールが、うんうん、楽しみですね、うん、はい、まずこれトンネル清滝トンネルはもう有名なとこだからね、昔から、うんうん、もうドラマの撮影とかでも行ってる場所なのよ、うん、ああ、じゃあもうすでに原さんは行ったことあるんですか、うん、ドラマの撮影で、はいはいはい、だから日中は行ったことあるんだけど夜はないです。あ、そう、夜行ってみたいなっていうふうには思ってた、うん、まあ、これもでも同じく有名なこれですね、モーテルサンリバーね、モーテルサンリバー、うん、ここも有名だね、うん、ここ中に入れないんだよね。そうなんですよ、うん、ここは入れません、うん、ただ外からここに近づいた時にもう結構いろんな現象が起きるっていうのはもう名高い場所だよね、うん、北海道で行った青い屋根の家みたいな。あ、そうだね、そんな感じだ、うん、中に入れないけど、うん、そばに行くだけでも意味があるっていう、うん、でもあそこよりはもうちょっと広く敷地がつららたりとかつららたりとか、ね、見どころは全然多いかな、うん、でこの首塚大明神は、うん、このモーテルサンリバーとセットっていうか、結構近場、ね、近場なんで、うん、はい、あるところですね、うん、ここも有名な場所だよね、うん、だこの序盤3つは京都と言ったらみたいな感じだよね。そうですね、そうだから初めのスケジュールにはでも逆に入れてなかったです、うん、これ。あ、そう、あえてあの、あ、ありな、全然ありなんですけど、ね、入ってなかったね、はい、でもここ俺行ってみたい、はいはい、じゃあ、うん、できるだけ行く方向にしましょう、うん、これはでもあれか、保津峡、これ保津峡ですね、赤い橋だよね、はい、例のこれは清滝トンネルの近くにある、うん、昔町村とか風村をやってたっていう場所だからっていうことだよね。でもね、それほど橋高くはないと思うんだよな、うん、ただ下がその渓谷だから、うん、吸い込まれる場所なのかなってこれ阿部さん思うんですけどね。もうすでに映ってますからね、映ってる、うん、これ奥トンネル、トンネルです、トンネルです、ね、うん、橋とトンネルが連なってます、はあはあ、いいんじゃないここ、うん、夜行くと何も撮れないんだよ、ね、うちらはね、ことごとくね、画面にも映んないし、何も暗闇しか映んないから、日中もこれは迫力というかはありますね、うん、実際亡くなった方は常にいるので、うん、次が長谷集落っていう廃村が、あ、ダムに沈んだところってやつだよね。そうです、うん、奈良市民さんとか、うん、あ、行ってる、ジョーブログさん、あ、いいですね、雰囲気ありますね。ここってさ、確かダム計画が進んで、はい、みんながこう退去した後に実はそのダムの計画が白紙に戻ったっていう悲しい歴史がある場所じゃない。だからみんな退去したにもかかわらずダム計画が実現しなかったっていう、だからある種その羽生田村とかよりもしっかり当時住んでた人の生活感が残ってる場所じゃないの。亡くなった方は山奥に行くっていう、うん、思想が日本にありまして、はい、だからこういうふうな廃村とかだと、うん、街中でとか亡くなった人がここの村の出身じゃなくても、うん、こちらにたまるっていう可能性が非常に高いです、ね、なるほど、うん、行ってみたいね、ここね、うん、敷地としては結構広い、広いと思います、うん、長谷集落までたどり着くのに車から降りてから30分近く歩かないといけない。あ、そうなんだ、遠いです、遠いです、ま、そうなんだ、でもいいんじゃない。
逆にここまでね山奥だったら、うん、なかなかね多分いろんな人が行ってないだろうし、うん、面白そうだね。そこは長谷集落っていうのが予定に書いてあったけど、はいはい、それ何なの？これが特に心霊の曰くとかないんですけど、じゃあひろきのアンテナに引っかかったってことだな。そうですね、入れる、うん、入れます。これは許可が取れました。あ、ここはですね、ここはいいとこ釣り上げたと思います。どういう意味だ？これは出ると思いますね。けど写真ないんですよ、中の写真。いや、だったらいいです、なおさら、うん、入り口からピンピン来ますね。我々今、京都にいます。京都ですね。この京都の錦市場、もう僕も大好きなところで、はい、早速京都どっからにしましょうかって話になって、はい、まあ、いろいろ紹介したい場所あるんですけど、まあ、ここ京都っぽいものがもう溢れてるんで、はいはい、阿部さん来たことないでしょ？僕ないですね、うん、ぜひね、ちょっと一緒に歩きたいと思います。この修学旅行スタイルで僕も、ね、そうですね、うん、まずこの京都ならではの錦市場、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、久しぶりに来たな。これ牡蠣でしょ？どうも。人間 TV っぽくないですけどね。うん、あ、前世が七味の方。七味の方ね、うん、こちらにお帰りください。はい、君です。は、生まれ故郷ですよ。生まれ故郷。俺は2003年から7年間だから、まあ、10年ちょっとはここに来てないんだよね。でもあんまり変わんないですよ。住んでたのは結局水戸黄門でレギュラー持ってたから、ちょうどね息子が生まれたばっかだったんですよ。息子が生まれた翌年にオファーがあって、それでもう生まれたばっかの子供とかみさんと3人で東映の撮影所のそばにマンション借りて、だからもう普段来てました。子供肩車したりとかして、うん、やっぱ京都はこれよ、ちりめん山椒。うちの家族みんなこれ好き。美味しいんだよね。さっき我々は日清そば食べましたもんね。日清そば食べましたね、うん、日清そば美味しいんですよね。え、どうしたんですか？やばすごい。いや、どうしたんですか？本当に、それこそ YouTube の、はい、あ、そうですね、聞いてた。びっくりした。山口放送のアナウンサーと佐藤圭さん、テレビ山口の元ね、はい、そう、この間の、はい、一昨日まで山口で、そう、一緒だったの。あ、だから、ついこの間そう、一昨日あら、出会い頭ってやつです。すごいタイミングです、じゃあ、またすいませんでした。すいません、どうも、失礼します。おぉ、ちょっと行ってみますか。はい、行ってみますか。有名古着屋リベンジで。いや、ほんと行ってみようか。どこどこ、せっかくですからね。あ、ここ、いや、かっこいい。これも両方で知らせたら、ここが多分京都で有名な。ホーミー、ホーミーですね。ちょっと、こうするの聞いてみようか。バーバリーの、あ、素晴らしいですね。そうですね。ですね、今人間 TV のロケで錦市場をずっとこう歩いてきたんですけども、ディレクターの天野くんがちょっと曲がったところに京都で一番有名な古着屋さんがあるよってことで、こちらホーミーズさんに来ました。そうですね、でさすがなんですけど、天野ディレクターも YouTube やってるということで緊急コラボです。ちょっと2週間前に解説したばっかりですけど、ね、うん、チャンネル名をお願いします。古着監督の福バカライオットって名前で、古着ってこと、洋服が好きなんで。そうだね、はい、ちょっとそちらの方ぜひ、はい、登録よろしくお願いいたします。いや、実は僕もね、19歳の頃に渋谷のとあるところの古着屋でバイトしてたところもあるんです。そうなんですか、うん、もう今はないんだけど、そこはちょっとP が入るような犯罪を犯した人たちが集まってて、そこで亡くなってしまいました。不良のたまり場だったんで、ただそこでちょっとバイトしてた時期があったわけ、うん、だそんなんで僕は古着好きなんで、はい、天野君がこういうところに吸い込まれる感覚っていうのは俺はよくわかるんです。嬉しい。でもここ知らなかった。ああ、ここはすごい、うん、なんかキムタクとかも撮影があったら必ず寄るんで、このホーミーズ、はい、で先ほどちょっと撮影許可いただきましたので、はい、早速ね、はい、入ってみたいと思います。どうぞ。本当にすごい。いや、品揃えすごいよ。あって。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通のところではない古着が結構充実してるので。そうですね。アメリカものもヨーロッパものも。ああ。こんなね、ないですからね。ベスト好きの僕としては。
これ安倍さん裸で来ても似合うんじゃない？まあ僕ははい裸で。絶対裸でしょ。これだけで来たらいいですね。うん、すごいよな。こういうさ種類のもの、このジャケットってなくない？まあこのタイプ。なんかよくあのバブアとかで、うん、そのイギリスのそのオイルドジャケットって言って、もう向こうの雨がしょっちゅう降るから、なるほど。オイルを染み込ませてあるので、はい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 、もう傘いらずで雨染み込まないからね。うん、でもこういうのこんだけ揃ってる古着屋ってないよね。これ初めて見たよ。これはめちゃくちゃいいやつが飾られてますね。原さんあれじゃないですか、そのベストジーニスト賞なんでまだ自分に来ないんだって。そう一時あったじゃん、はい、うん、だからあんなのもうインチキだよ。、うん、インチキだよ。本当に俺はもう小学校6年の時から、はい、足立区で唯一あったジーンズオチっていうジーンズショップでジーンズ履いてたから、ビッグジョンの、うん、ビッグジョンね。小学校の低学年から僕ジーンズ履いてましたから、はい、そんな人間がベストジーニストになれないんだから、おかしいよ世の中。インチキだよ。でもここにあるジーンズはマジでいいやつなんで、本当にすごいのがここ並んでるんです。まさにここのジーンズは502、501。ちなみにお値段、お値段ですね。これなんか14万なんですよ。多分ここのはもう本当に高いやつ、ね、本当に高いやつだ。原さんバイクに乗ったりするしないの？俺は盗んだバイクしか乗ってないよね。やばいです、うん、これ使えるのかな、うんうん、いや、いいじゃないですか。本当にね、お袋にはバイクだけは乗っちゃダメって。そうでしたよね。それだけはね、弟と守ってたんだけど、うん、あ、こんなちっちゃいのもあるよ。あ、可愛いですね。ね、座敷わらし用かな。そうですね、わらし用ですね。うん、ね、を大切にするっていうようなね、やっぱそういう戦争の洋服なんで、うん、なるほど、贅沢に1枚にオーダーメイドです。すいません、マジでありがとうございます。ありがとうございます。急に、いや、なんか急に来ちゃってすいません、ありがとうございました。いつも遊びに来てください、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。すみません、また改めて、またよろしくお願いします。お邪魔します。ありがとうございます。お邪魔いたしました。失礼します。よろしくお願いします。